どうも、メタです。パーソンからやっていきたいと思います。はい、本日はギガンド学園高校でサイドバック作っていくんですけども、今日はね、シモン、ギガンド学園高校で使っていきたいと思います。まあ、モンスター高校適性はすごいあるシモンなんですけども、まあ他の高校ではどうなのかなと思いまして、今日は使っていきたいと思います。デッキの方はシモン、オート、で、メッシ、アシト、コモリ、そしてメイム、この6人でいきたいと思います。で、バッチの方はね、闇、こちらのパワーのプラス4のやつ持ち込みまして、まあ、パワープラス5目指していこうかなと。まあ、メイムがね、結構筋力くれますので、まあ、そちらを狙っていこうかなと思っております。アイテムの方はパワードリと招き猫を持ち込んでおります。では、やっていきましょう。まあ、正直ね、ディフェンス107。まあ、サブアカならばプラス2しかないので、107目指すか、まあ、パワー105目指すかって言われたら、まあ、パワーの方が楽なんですよ、多分。メイムは筋力くれやすくなってますので、まあそっちの方がね、溢れやすくなってますんで、まあ敏捷より、まあね、そちらの方がいいかなと思いまして、今日はね、パワー105目指していきたいと思います。意外と当たりの強いディフェンスって、ありがたいからね。まあもらっておきます。で、持って、微妙だな。これメンタルで回復しておきます。で、小森の評価あと1回上げたいな。ギガリーグ前にあと1回上げたいんだが、上げれなかった、残念。さあ、こっからね、ちょっと難しいんですよ。シモンがフィジカル単発なんで、このセク1中は簡単なんですけど、セク2からね、どう踏んでいこうかなと。シモンも踏みつつ、メッシとか足とかも踏んでいかないとちょっとダメなのかなと。ちょっと踏みづらくはなっております。はい。どうしよう、まずは告白呼ぼっか。はい、OK。あー、これ来るんやったらシモン踏んどくてよかったな。残念です。あれ来るんやったら評価上がるし、シモン見たかったな。はい。で、メッシじゃなくシモンがいい。はい、シモン。おー、さっきシモン踏んどけよかったな、これ、ほんとに。はい。で、メイム、根性もらいます。はい、OK ですね。で、持って。あー、まあ、シモンだな。はい。まあ、オフェンスも来る可能性あるから、今回はフィジカルにかけていきましょう。はい、体力消費か、ちょっと痛いな。まあ、オートちゃんの評価上がるのは抑えたいから、まあ、いいか。はい、特訓だ。で、アシト踏むか、シモン踏むか。まあ、一応アシト踏むか。オフェンスも一応カバーします。で、ここは来い。いや、来ない。オートちゃん早い。そして、これは空中戦がいいよ。OK, ナイス。空中戦の方がありがたい。キキサッチより空中戦のコツの方がありがたいからね。はい、フィジカル。まあ、これはシモンですね。シモン。まあ、もともとの能力も結構高いね。シモンは結構。フィジカルならば助かります。まあ、立川みたいにメンタルがないんで、ちょっとそれは辛いのかなと思ったりもしております。はい、ではこれ、メイム主将にしようか。メイムちょっと育てます。はい、シモン。で、フィジカルディフェンスなんで、ディフェンスを48ぐらいまで上げたいんだよな。で、あとはフィジカル。はい、これでいきましょう。いきますね。完全勝利は無理です。ポイント、まあ、そこそこ稼げましたね、64。まあまあいいでしょう。で、告白ささっと来てほしいんだよな。4、4、3、OK。いいよ。いい感じ。で、メンタルに来ているので、これはアシト踏んでおきます。はい、アシト。で、告白来い。ビハインド。で、メッシの回復か。まあ、回復来てるから、まあいいけどね。はい、シモン。シモン。踏んでおきます。はい、OK。で、小森ちゃんの福井部が乾燥した。乾燥したのならば、ささっと来てほしいんだかな。どうしよう。こっち踏むか。オフェンス。なんか、オフェンス勝負来そうな感じがしたんで。はい。キープ、闘争心。で、ここはね、一回休みます。一回休みましょう。ジャンガバ。残念。で、オフェンス勝負はフィジカル勝負か。まあまあまあ、フィジカルも踏んでるからね。大丈夫です。で、持って、足とね、足、どうすっかな。うわ、相手強いじゃん。相手強いじゃん。メンタル76まで上がるかな。上がんねえな。上がらねえな。まあ、とりあえず、上げれるときは上げときます。で、これね、完全勝利絶対無理なんですよ。完全勝利は絶対無理。なので、足と育てます。足と育てていきます。はい、これでいきましょう。はい、いきまーす。まあ、ポイントもちょっと少ないかな、今回ね。はい、44。まあ、次を完全勝利しないとちょっと厳しいかなっていうレベルになっております。はい、足とが成長してるんで、まあいいでしょう。4、2、2、ちょっと少ないよ。人はちょっと少ない。
はい、そして、メイル、アスト、これはアスト行っとこうか。はい。で、告白そろそろ来てほしいんだよな。で、メッシで、これはドリブラーもらっときます。告白来ねえかな、告白。で、メッシ、シモン。これはいいですね。メッシ、シモン踏んでおきます。はい、オッケー。おー、告白来た！オッケー。では、一回練習してね、デート行きたいところですね。一回デート。練習してで、あー、これスピード上げないといけないですね。スピード上げよう。いやー、これちょっとスピード進まれるときついな。スピード進まれるとちょっときついな。オフェンス、フィジカル。いやー、これ一回デートしよう。デートしてから練習します。正直オフェンスは今回1枠ぐらいしかなかったはずなんで、うん。ちょっと外します。はい、メッシー。ねえ、メッシー、後指はちょっとストップしてほしいな。で、これはアストいっとこう。うん、メンタル来そうな感じがする。フィジカルの可能性もあるけどね。メンタル。やっぱりそうだったね。はい、ではアストとメイムでいきます。アストとメイムでいきましょう。まあ、成長しないから、まあ、このままでいって。で、自分も、スタミナ上げてきまーす。スピードちょっとでも上げとこうか。はい、ではこれでいきたいと思います。完全処理はちょっと厳しいかな。完全処理しないといけなかったんだけどね。うん。残念。69。まあ、両剣は取れます。両剣は取れてて、第2シーズン、どっちかな、微妙なとこですね、これは。微妙な感じ。5、3、2。うわ、ちょっと少ねえ。両剣取って、次は、一部リーグに上がれてるね。OK。OK、32、ギリギリ。ルチャブがいるね。ルチャブは倒していきたいね。はい。では、足と踏みまーす。で、デートか、ムードか、ムードはいらないな。あー、メイム終わった。ちょっと厳しい。あ、いった！ラッキー！成功してくれましたね。ナイスです、ブレイブタック。よかった、よかった。これで成功してくれるのはでかいね。で、ムード取っときます。ムード潰しときます。で、メンタルに来てないので、はい、デート来ます。デート2回目。はい。いやー、これ、体力持ってかれんだよね。瞬発力を鍛えたい。はい。スプリント。で、メンタルに来てない、来てない。いやー、これちょっと、デート行きます。これデートもう一回貸してください。はい。はい、そしてこれはもう、まあ、メンタルにかけようか。ここも行きたいけどね。まあ、体力の関係上、これはメンタル行きます。はい、行きましょう、アスト。で、オフェンスかメンタル勝負。オフェンスかメンタル勝負。ここはそれで行きたい。お願いします。行きましょう。あー、フィジカルか。こういう時にちょっとシモンが踏みづらくなってるからね、辛いんだよな。これフィジカルでしょ？フィジカルテクニック。まあ、とりあえずフィジカルを上げれるから上げときます。で、まあ、テクニックもね、まあ、この後、メッシの筋力乾燥しますんで上げときます。で、どう攻めよう？もうこの二人で行く？この二人で行って、まあ、今回はちょっと微量な勝ちっていう形で、そこまでシモンの能力変わんないんでね。はい、これでいきます。いいや。はい、大丈夫です。72ということで、完全勝利どうせできないんでね。まあ、これでいいです。ちょっと23位ってのは悲しいけどね。コーナー回避。4、3。うわー！ 1 人足らねー。もう1人来いよ。もう1人来ないとダメだよ。ちょっと人は集まってないね、今回。調子が悪い。で、これアスト踏みます。はい。オフェンスメンタル。キキサッチ、OK。で、メッシが進んでいく。ドリブルキングくれないか。残念。ゾーンだけですね。じゃあ、ここは一発デートだけ行く。で、これは、まあ、どっちでもいいんだよね。どっちでもいい。シュート力、決定力なんで、正直、どっちでもいいです。はい、では、ここはデート行きまーす。デート4回目。で、ここ行きまーす。で、あー、マジか。マジか。これちょっと辛いな。
どうしよう。まあでもデートさすがにここで進めるんじゃなくて、まあ山城行こうか、メイム行こうか。はい、メイム行ってきます。オフェンス勝負にしてくんね。オフェンス勝負、オフェンス勝負にさせてほしい。スピード勝負、1回しか踏めてません。まあでもこれはメッシでいきますね。でもってでもって、まあ少しでも稼がないといけないのか。メイムでスピード振っときます。で、オフェンスもちょっと振り始めます。そろそろアストの順番なんでね。はい、ではこれでいきたいと思います。いきましょう。はい、まあ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 完全勝利無理ですけどね。まあまあまあ、うわ422少ねえ、人が少ねえ。でメイム、メッシ、あーここメイム踏んでも多分来ねえんだろうな。エクスプロージョンも多分来ないけど、まあ踏んどきます。はい、うわオートちゃん、もう、待ってくんねえかな。オートちゃん後がいいんだよな。できれば、セク4入ってから筋トレ完走してほしい。まあ、評価上がっちゃってんだもんな。はい、これデート行っておきます。これは最終デート行っておきましょう。で、まあ、明日まで成功したから、もう残りもないね。はい。では、コモリ行ってきまーす。デート。あー、残念、カボマス作れません。はい、夏祭り。で、メイムか、メイムか。メイムじゃないんだよな、多分ここ。テクニック言ってきます。で、ここは、メッシですね。メッシ行ってきます。はい、オッケー。ここはまだまだポイント稼がないといけないんで、稼がないといけないので、何でくる？オフェンスが一番いいんだけどな。メンタル。まあ、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 まあ。ちょっと微妙だな。いや、メインはちょっと微妙だろ、これ。ちょっとでもポイント今回稼がないとまずそうなので、まずそうなので、まあ、明日ちょっと揃ってます。で、まあ、とりあえず、これでいきましょうか。はい、これでいきまーす。いきましょう。はい。まあ、60。まあ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 、ここは、起死回生か。ちょっときついな。稼げてませんね。5、4、3。まあまあ人は集まったね。はい、起死回生いっときます。うん、ここで結構稼がないといけないね。第3シーズンは頑張っていかないといけないです。リス任せた。野球部に完全勝利したいね。野球部に完全勝利すればだいぶマシになってくる。で、メンタル、まあこれいこっか。はい、アシとシモン。はい。で、アシトは、お、来た。アシト。まあ、これは、とりあえずテクニック踏みますね。メイムではなく、これテクニック踏んでおきます。うん。テクニック溢れはしないと思うけど、まあ、一応振っとこう。はい、OK ですね。はい。アシト。で、野球部一発目で勝負したいな。一発目で勝負したい。デート行くのもありなんだよね、ここ。特別にデート行くのもあり。メイム。あ、ここちょっと一回デート行きます。一回デート行っちゃいましょう。一回デート行って、ここはね、ちょっと確実に勝っていきたいんですよ。で、海で体力上限上げとこう。うん。うわ、そうか。これの感想は、うわー、失敗した。失敗した、残念。で、これは足と、足と来い。オッケー。で、ハーブ。はい、オッケー、行く体力回復、ナイス。オッケー、オフェンス当たったー。いいね。これは完全勝利できますね。柔道部には結構、相手柔道部結構ポイントをくれるんでありがたいですね。うん。言っといてよかったが、これは主将を明日にしとかないとちょっと厳しそうだな。うん。オフェンス上げておきます。オフェンス結構上げれますので、デートも行ってるし。はい、これは完全勝利いけると思う。いけると思いたい。いける。さあ来い。はい、オッケー、完全勝利。113。これはでかいぞ。この柔道部でかい。6位はでかいよ。ありがとう。まあ、野球部にもそこそこでいけそうですね、これで。624。はい。でもって、これ1回デートしよう。
一回デートします。で、海はもう行きたくないんで喫茶店で回復今回もらってきます。はい、こっからエクスプロージョン狙ってやっていきたいと思います。はい、メイム、メイム来い、メッシじゃねえ、メイム来い、メイム、いやーメッシじゃねえんだよな。で、オートちゃん、あと一回待ってくれ、次のターンには怒るな、次のターンに怒らなければ結構いい感じに経験ってもらえるんだ。このターンに怒るなよ、マジで。オート頼む、来るな、来るんじゃねえ、君じゃないからね。はい、メッシ行ってきます。オート来るな、ここじゃない、もう一旦あと。いやー、やまあ無理だったから、ハロウィンの後に来てほしかったんだけどね。ハロウィンの後に来てくれれば経験点がでかいのが入りました。残念でした。はい、ではこれ一回休みまーす。はい、残念。はい、スピード勝負、これはもうメッシで行くしかないね。メッシメイムで行きましょう。まあアシトの方が強いんだけど、まあメイムで行きます。はい、メッシメイムで行きまして、スピード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 、まあ、これは完全勝利いけそうな感じがするんだよね。はい、これで行きまーす、行きましょう、完全勝利してください。はい、OK、野球部なんでね、経験点、ポイント高い、ギガリーグのポイント高いです。1位になりました。 OKOKOK、もうしっかりとポイントは稼げたんですけど、経験点が出てないんですよ。うん、エクスプロージョンが踏めてないのでちょっと踏んでいきたい。で、フィジカル、お、まあフィジカルはいいですよ、今回パワー上げるつもりでね。うん、パワー105にするつもりで来てるんで全然フィジカルでも大丈夫です。はい、こっからメイム無双、メイム毎回来てコツください、そうすれば伸びる。この後にね、オートちゃん完走してくれば体力回復とかあったんですけど、ちょっとつらい、惜しかったんですけどね。もうちょっとオートちゃんの評価上げるように待ってればよかったのかな。はい、奪還で、メイムね、オッケーオッケー。じゃあこれテクニック変えまーす。テクニックよりかは、まあディフェンスとかで、ね、来てくれる方がありがたいんだけどね。まあパワーはね、もう上げときますよ、上げときます、上げときます。はい、で、ここはドリンク飲んできまーす。はい、メイム無双やっていきましょう。ダッシュで、金活ね、ありがとう、体力回復ナイスです。で、メイム、メイム、オーケーオーケー、メンタル来てますね。うん、ちょっと技術が稼いでる感じがしますが、まあまあまあ。はい、メイム、いいよ、ダッシュ、ダッシュ、コツゴーで、マジ、ちょっと精神技術に固まってるな、精神技術に固まってますね。あ、ちょっとあれ先取ろっか、いいや、先取ろう、いいぐらい、うん、これ先取りたい、これ先取っときたいの前に、テクニック90やって、まあオフェンス90にしとこう。はい、これでいきまーす。はい、ああこれ、あ、精神乾燥なんか、精神乾燥か、じゃあ振り切ろうか。ワックスビン、ボールダッシュ、まあこんなもんでいいかな。はい、はい、これでいきまーす。はい、メンタルで、メイム来ますね、ありがたい、メイム無双できてるのはありがたい。はい、ありがとう。で、スピード関係ないです、もうここまでに頑張ってきたんで、もうメイムとアストでいきます。頑張ってこれたのでメイムとアストにして、これはあー取れない、ゾーンが取れない、ゾーンが取れないか、ゾーンが取れない。アシスト、カバーリング、チームプレイ、あー、チームプレイ、コーチング、司令塔、闘争心、フェアプレイもありしや、サッカーのラッキーボーイ、これでいこう。はい、OK ね。はい、ではこれで、まあ、とりあえずね、ある程度ポイント稼げてくれれば OK です。はい、OK。24。まあまあまあ、まあ、よしとしましょう。一応、目標のね、30万はこれで稼げましたので、OK です。まあ、石油戦と、エアマス取れますね。OK。まあ、野球部と柔道部にね、完全勝利できたのでよかったかな。5、3、4。はい、OK。でも、やっぱりね、立川がいいなと思っちゃうね。うん、やってる感じ、立川の方がやっぱ楽です。進め方が楽です。はい。そして、これはメイム踏んでおきますね。これはメイム踏んでおきましょう。はい。では、メイムいきます。こっから、敏捷系メイムとね、
ラスト連発で一緒にいてくれれば最高なんだけど、さすがに来ないか。メンタル、メイム、アスト、これはもうメイムですね。メイム行ってきまーす。はい。さあ、メイム。ディフェンスにおろう、ディフェンスに。ディフェンス。フィジカル。まあ、いいや。まあいいや。まだ触れるから。いいよ。はい、しかもモードちゃんもいるから精神結構くれんだよね。溢れないよな。210、102、571、883のコツで11だから894。まあいけるか。はい、フィジカルいきまーす。まあメイムがね、ここまでコツ来てくれてるのはありがたいですね。はい、ありがとう。おーっと、メイムがこれいないな。練習にいないな、ちょっと辛いな。で、スタミナは100にしましょう。スタミナは100目指そう。はい。で、アスト。オッケー、アストはいる。じゃあディフェンスにできます。で、こっからアスト無双に変わりますね。で、監督の評価上がってないので、ここは、スーパーサブです。はい、しっかり前半後半行きましょう。ではやっていきまーす。行きましょう。はい、終わりました。2-0 で、まあ得点2点取ったんで満点はもらえてるかなと思います。はい。はい、ここからアスト。アストを大量に踏んでいきたいです。で、ここは、さっき石線取ったよね。さっき石線取ったと思うからエアマスト取ってきます。あ!アストが来てない。アストが来てないぞ。で、そろそろね、金卓も取っていかないとまずいので、まあ取っていくんですが、敏捷がまだまだ欲しいな。あー、メイムは来てくれてる。多少敏捷は稼げてますね。はい、ではメイム踏んでいきます。さあ、残り2ターン。メイム無双でディフェンススピード。ディフェンススピードに来てほしい。オフェンス。いやー、そしてシモンか。まあ、これはオフェンスいきますね。はい、OK です。で、最後は、どこにシモン来る?ほう。オフェンスか。どうしよう。これ、メッシ踏んでもいいんじゃないの?ダメかな?どうしよう。ブドーン取って、ぶっちぎり取っちゃって、重戦車。ああ、まあでも、まあ、まだ筋力いるか。じゃあ、これはオフェンスでいいか、ブレイブタックル取りに行きたいもんね。石油戦。いやー、ちょっと敏捷ギリだなー。ディフェンス100にできないなー。うん、まあ仕方ねえか。はい。では、これでいきたいと思います。はい、オフェンスいきまーす。敏捷ちょっと足んねえけどな。足んないけども、オフェンスいっときますと。はい。技術系は結構取れるわ。はい。で、こっから敏捷を取っていきたい。メッシ行きたいが、これは一回メンタル踏んどこっか。一回メンタル踏んどきます。はい、こっから敏捷、スピード。はい、サクッとピンチャーいきますね。悪魔城ドラキュラ、やっていきまーす。はい、まあ、いきますね。はい、1-0 OK でーす。はい。でもって、最後、ディフェンスかスピード。スピードいこっか。まあ、メッシでもいいな、これ。メッシ。あー、どうしよう。メインに怒られてもらえた。あ、オートちゃんでカウンター欲しいな。オートちゃんでカウンターが欲しい。カウンターのコツないもんね。じゃあ、チームプレイ潰してるから飽きそうだな。オートちゃん行こっか。さあ、メイム来るな。ここはメイムじゃなくてオートちゃん。オートちゃん来い。オーケー。あー、違ったー。残念ながら違ったー。エアマス取るか、まあ、とりあえずブレイブタックは取るだろう。うん。歴史改正。あ、ちょっと敏捷足んねえかもな。足んないかもね。技術精神は大量に余ってんだけどね。あー、どうしよう。なんか溢れそうだな、技術精神溢れそう。技術精神が溢れそう。ってことは、ちょっと筋力待ちしようか。筋力待ち。はい、オフェンス取っておきます。はい、これでいいや。これでいきまーす。いきましょう。パスか?まあ、
エアマスとブレイブタックルだろう。いける気がするんだよな。無理かな。190、210。ちょっと厳しいか。ちょっと厳しいかな。じゃあ、オフェンスやめて、ちょっともうちょっと技術系のものを、パスとか。はい、これでいきます。これでいきましょうか。怪我しにくさ、1ドロー。はい、これでいきまーす。いきましょう。はい、終わりました。試合終了でございます。1-0 で、まあ、完封はできたんで大丈夫ですと。はい、245-20。で、小森ね。はい。経験点ちょっと微妙だったな。臨床がやっぱり出なかったね。筋力はまあ、やっぱり出ました。出まして、まあ、ね、バッチリあれでして正解でしたという形でございます。19,673。ちょっと振ってまいります。はい、終わりました。やっぱりちょっと精神が余りましたね。メンタルタックに999来た時点でちょっと怪しいなと思ったんですけども、残念でした。まあ。使えないことはないです。シモン、この高校でも使えないことはないけど、やっぱり立川の方が使いやすいですね。うん。他の高校ならば、やっぱり、立川とかの方が。あと、天空中央高校の場合も、まあ、練習効果のある立川の方が、まあ、いいのかなと。うん。やっぱ使い分けになってくるのかな。パワープラス1はありますが、モンスター高校ではね、パワー110できるということで、シモンの方が強いかもしれませんが、まあ、他の高校では、まだ立川の方が強いのかなと思いました。はい。本日は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。